全てのイギリス王位継承権保持者の中である、ハノーファー戦定校、エルンスト・アウグスト・ゾフィー夫妻もっとも近い、共通祖先は、分岐学の概念で、集団もしくはその遺伝子について、それらの全てを子孫とする祖先のうち最も新しい、個体や集団もしくはそれらの遺伝子のことである。最も新しい共通祖先、最近共通祖先とも、英語では、モーストリーセンコモン・ンセスター、 厳密に使い分けられているわけではないが、主観の共通祖先に限って、ラストコモンアンセスター、コンセスターも使われる。以下では、個体間の最も新しい共通祖先は、マッカ。主観の最も新しい共通祖先は、LCA とリャクス。あえて、最も近い共通祖先という理由は、最も近い共通祖先のさらに祖先も、共通祖先には、違いないからである。 しかし実際には、最も近いや、モーストリーゼント等は省略されることがある。一般には、有効グラフ全般について定義できるが、ここでは、生物の最も近い共通祖先について述べる。個体間の最も近い共通祖先は、原理的には、経図を辿って得られる。簡単な例としては、兄弟のマカは彼らの両親、いとこのマカは彼らの共通な方の祖父母である。 個体間のマカは、単ため生殖する種では個体だが、有性生殖する種では、夫婦のこともある。もし常に、一夫一妻なら、マカは常に夫婦である。個体群について、マカを議論するときは、その個体群のすべての原生個体のマカについて、言っている。なお、個体群について、原生と断っている理由は、死んだ個体を含めると、マカが変わりうるからである。 例えば、原生個体のマカと同時代にも他に個体はおり、彼らを含めたマカは当然、より過去に遡る。しかし実際には、原生は省略されることがある。原生ト個体のミトコンドリアのマカである、ミトコンドリアを持っていた女性を、ミトコンドリアイブという。一方、原生ト個体の Y 染色体のマカである、Y 染色体を持っていた男性を、Y 染色体アダムという。 しかし、いずれも、原生一個体の共通祖先ではあるが、マカではない。女系のみまたは男系のみをたどっているからである。原生一個体のマカは、イブよりも、アダムよりもさらに新しく、原生個体へ至る系図には、男系と女系が混ざっている。分岐図。分岐点が LCA である。複数の種の間にも最も近い共通祖先を定義、できる。この場合は、 個体間の形図は考慮せず、種と種の間の分岐関係のみを考慮する。ただし、種が大きな個体数を保ったまま短時間で別種に進化するといったごく稀なケースを除けば、個体としてのマカの個体は種としての LCA の種の一因であると考えられる。系統について LCA を議論する場合は、その系統に含まれる全ての種の LCA を言っている。 すべての現生生物の LCA は、ラストユニバーサルコモンアンセスター、ラストユニバーサルアンセスターなどと呼ばれる。最初の生命とは異なる概念である。最初の生命はむしろ、最も遠い共通祖先であり、ルカよりさらに古い祖先である。生物そのものではなく、それらが持つ、遺伝子に対しても最も新しい共通祖先を定義、できる。複数の個体や種が持つ対応する。 遺伝子だけでなく、遺伝子重複が起こった場合は、同じ個体や種が持っている、同じ起源の複数の遺伝子に対しても、最も近い共通祖先を定義できる。単純に考えると、遺伝子のマカは、それを持つ個体のマカが持っているように思える。しかし、有性生殖をする場合は、遺伝子の親子関係は単純な分岐なのに対し、 個体の親子関係は網目状で急激に広がるので遺伝子のマカは個体のマカより古い。ミトコンドリア DNA や Y 染色体は交差の単位としては他のゲノムと交換されない単一の遺伝子とみなすことができる。ミトコンドリアイブや Y 染色体アダムは本質的には遺伝子のマカである。主観の場合には基本的に遺伝子の LCA は種の LCA が持っている。 しかし、遺伝子重複が起こり、それらの打ち方法が消滅し、しかも、どちらが消滅したかが種によって異なる場合は、遺伝子の LCA は種の LCA より、はるかに古くなる。その地位等の相続において、事実上特定の人物の子孫に限定されるケースがある。その場合、当該人物が、その権利を有する、人々の、最も近い共通祖先となる。 ありがとうございます。